はい、さつき小一郎でございます。今日はちょっといつもより夜更かしをしてましてね、まあ、19時9分でございますけれども、もう一つなんか話ししたいななんて思いましてね、そうですね、トルコ風呂、ソープランドに初めて行った時の話なんかしましょうかね。私が初めて行ったのは20歳の時でございまして、吉原、それからその前からね、もう中学生の頃からあの内外タイムスだとか、あの頃あった何だろうな、大人の遊園地だとかね、そういう雑誌を見てね、いろいろ下勉強はしといたんですけどもね、いざ行ってみるとまあ結構違うんですね、現実はね。まあ懐勘定っていうのもいろいろありますけれどもね、4万円からとかね、2万8000円からとか6万円からとか、いろいろコースもありますけれども、私はラゼンクォーターってところに行きたかったんですよ。ラゼンクォーター、そこになんかあのヒスパニック系の顔した濃い顔のお姉ちゃんがいてね、その子と一発やりたいなとか思ってたんでございますけれども、それは夢は叶わず、なんとなく値段の安い2万8000円コースのところに行っちゃいましてね、で出てきたのがナポレオンちゃんって言いましてね、ソープランド行くとあれですね、面白いのがあのタバコがたくさん置いてあるんですよね、あのもうショートホープでもセブンスターでもハイライトでもね、マルボロでもね、このくらいの箱の中にタバコがこうぎっしりと詰まってるんですよ、でどれでもお好きなものをお吸いくださいみたいな感じでね、吸わせてもらえるんですけど、待合室でね、でまあ時間が来まして、そのナポレオンちゃんのとこ行きましてね、別に可愛い子でも不細工な子でもないんですよ、まあどちらかというとまああんまり可愛くはないかなっていう方だな、ナポレオン何世なのって言うからね、3世とかなんか言ってましたけどもね、まあつまらないジョークですね、でまあそこで、まあ、飛び立てやるようなことを、まあ、やるわけですよ。でただあの風呂場ですからね、風呂場なんで、あの阿波踊りっていうのがあるんですよね、その阿波踊りっていうのがどうも私体感的にあんまり良くなくて、くすぐったい感じがしちゃって、それでちょっと並行しちゃって一発目ができなかったんですね、で途中で休憩がございまして、そこであのアイスコーヒー頼んだんですよね、なんかお飲み物はっていうんでね、でアイスコーヒー頼んだんですけど、そのアイスコーヒーがすごく美味しくてね、もうこの世のものとは思えないようなアイスコーヒーでございましてね、それ飲んで、で第2戦目に入るんですけどもね、そこはもうベッドルームでございます。あのベッドルームと風呂場がこう共有してあるんですよね、共有、ちょっと段差があって風呂のところに、下になって風呂があるんですけど、ちょっと段を上るとベッドルームになってるんですよ、何畳ぐらいなんだろうな、あれ 10畳ぐらいかな、10畳か12畳ぐらいだと思うんですけどね、せいぜいね、あったとしても、12畳はないかな、でまあ体洗ってもらって、まあ、清潔にして、あと歯磨き必ずこうやるんですよね、あと潜望鏡とか行ってね、ヘラ帳ですね、潜望鏡っていうのとね、あの歯磨きがちょっとインパクト残ってますね、未だにね、でまあベッドで一発やって、でまあはいさよならって感じで帰っちゃうんですけども、なんか私としてはあまりいい思い出じゃなくてね、ただ記憶の中で通過した通過儀礼みたいな感じでございまして、もうそれだけでしかないんです、だから吉原の思い出っていうのは大してないですね、もうその頃はソープランドでトルコ風呂でもなかったですしね、むしろその後に行った個室湯というのに非常に思い出深いものがございましてね、個室湯って聞いたことないと思いますけどもね、あのトルコ風呂の発祥するその寸前の風呂だと思うんですけどもね、あの室内にスチームがあるんですよ、スチームバスが、あのこうここからこう隠れるやつね、スチームバス、あのサウナじゃないミストバスみたいなやつですね、あの昔の日劇ミュージックホールのパンフレットの裏側にね、トルコニューギンザとかなんかそのような名前で大きな広告出してるところがございましたけどもね、そのトルコ風呂なんですね、トルコっていう感じの、スチームバス付きのね、そこの錦糸町だったかな、
確か錦糸町だったと思うんですけどね、錦糸町か小岩どっちかだと思うんですけど、松島っていう、その古糸井があったんですよ。それを月刊編っていう当時のあの変態マガジン、90年代にちょっとポッと出たね、10号出るか出ないかで潰れちゃったんですけど、そこでそういう古糸井があるってことを知って、なんとなく興味本位で、22、3の頃かな、行ったんですよ。公園の中を抜けてちょっと路地を入っていくと、ぽっかりと古糸井があるって書いてあったんでね、で行ってみたら、確かに古糸井って書いてあるんですね、松島って。で行ったら、本当病院の受付みたいでね、昔の昭和時代の病院の受付みたいなところで、で7,000円払うんですよ。で、あとの3,000円は中で払ってみたいなこと言われて、合計1万円なんですけどね。で、中行ったらおばちゃんがいましてね、その頃別に熟女好きだったんですけども、なんか私の熟女感に合わないような熟女でございましてね、32、3の。いわばもう少し年いってる方がいいなと思うんですけどもね。あ、そうだな、ピンサロとかの話もあるな。まあ、ピンサロの話はまた今度しますけども。で、32、3のおばさん相手にやったんですけども、確かに古糸井なんでスチームバスがあるんですよね。だからあれでなんか遊んでくれるのかなと思ったら、そういうことは一切なくて、ただお風呂入って、洗ってって言っても、阿波踊りはないんですよ、そこでは。ソープランドじゃないから。で、まあやるわけなんですけどもね、なんかちっとも気持ちよくなかったですね。普通記号見ますよね、女性の記号、顔だとかね、胸とかね、お尻だとか、その記号をどれ一つ取ってもいいところがないんですよ。で、俺は浅草の木馬亭ってところで何屋節やってるんだっつったらね、あ、私もよく何屋、よいね、木馬館行ったわって、梅沢富美男の時にね、いやいや、やりに行ったのよとかなんか言ってね、なんかその時点でもう肌が合わないなっていうのがもう歴然と分かりましてね。でもうそれ以来二度と行きませんでしたけども、なんかそういう民度の低い人間がなんか働いてましたね。で、その後も僕の同僚から高校が近くにあったらしいんですよ。で、あそこに松島っていう古糸井があったねなんて話したことあるんですけども、まあ知る人ぞ知る名店だったらしいんですけどもね、あんまり仕事がないらしくて、1日1万円稼げるかどうかなんてことを無事でこぼしてましたけどもね。もらえる金額が1人につき5,000円なんですって。だから僕から1,000円もらって、店からもう2,000円もらって5,000円、で1日1人か2人しか客が回ってこないんで、みんなで回してるんでね、1日1万円かそこらしかもらえないのよみたいなこと言ってましたけどね。まあどちらにしても私にとっては、お湯とおセックスっていうのはなんか相性が悪いようでね、むしろ同じお金払うんだったらストリップ劇場の個室プライベートルームに入ってる方がいいななんて感じなんでございますけども。というわけで、今日はソープランドの話と古糸井の話をいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。さつき小一郎でございました。ありがとうございます。